ここは埼玉県久喜市。昔は商業都市として栄えたこともあり、古くからの商店も多く、公園や学校も数多く存在し、埼玉県自体も飛んで埼玉で注目され、聖地巡礼の流行にも乗ることができ、県外の旅行者も少し多くなりました。しかし、それも一過性のブームに過ぎません。埼玉県全体で高齢者の方が増え続け、東京への人口流出は止まらず、過疎化が進行し続けている状態です。久喜市もその問題に悩まされている市の一つです。ですが、その逆境に立ち向かう、ある若者たちが久喜市にはいるのです。お茶碗グランプリ、一番美味しい丼を決めるっていう、すごくいいと思う。楽しそうっすね、確かに。もう一度塗り直しですか。そうだね。定番。これでは理事会に出せないかな。全員一致の採決も得られないと思う。でも企画自体は面白いですよね。もう一押しなんですよ。もう一押し。その一押しを理解するにはもう一度この議案書にあるお店を訪ねて、よく人を観察するのも手だと思いますよ。ごめんなさい、私のリーダーとしての力不足でした。一人の責任じゃないですよ。でも何なんだろう、人欲しいって。さっぱりですよ。僕たちがまとめた企画、それはお茶碗グランプリ。5店舗以上の飲食店がオリジナルの丼メニューを作り、来場者の投票でベスト丼が決まるという企画だ。いかがでしょう。面白いね。うちはラーメン屋だけどチャーシュー丼とかも作ってるし、いろいろと面白い丼で作れる気がする。またぜひ参加しましょうよ。そうしよう。ありがとうございます。どうしました？これ他の店舗も担当もするんだよね。そうですね。どうしました？どうしたの？いや、なんでもない。そういえばラーメン屋の田中さんがこの企画で少し違和感がありそうだったな。そうでした。聞きに行ってみようか。この後時間が空いてる人。これ空いてるよ。じゃあ一緒に行きましょう。そうだ、その企画どうなった？それがもしかしたらボツになるかもしれないですよね。そうか。何か田中さんから見てこの企画に足りないものはありますか？え？なんか見てくださいよ。俺そういうの知らなあかんな。
けどさ、この企画って何のためにあるんだろうって思わない？それはもちろん地域の発展のため。いや、それはもちろんそうなんだけどさ、ドングランプリって言われてもピンとこないんだよね。どんな何なのか、グランプリにするのか、もう目的みたいなのが見えないというか。まあ仕事の行ってたら忘れてたりや。おお、まずいラーメン食いに来たぞ。うちはまずくねえよ、久しぶりだ。最近忙しくってさ、居酒屋が。あ、稽古だと。ああ、青年会議所の。ああ、青年会議所のね。いつもご苦労さん。ありがとうございます。なんか企画でもあんの？ドングランプリっていう企画を。あー、これか。これな、俺断ったんだよ。え、出ないの？え、出ろよ、せっかくなんだし。お前出るのか？出るよ。なんだよ、それ知ったら俺も出るのによ。今からでも遅くないよな。ええ、ほんとか。今ラーメン作ってるから、ちょっと待ってろ。食いながら話そう。サンタデンはいいかもしれないね。いや、そもそも参加店舗とか教えてなかったり、そういうところなんだよね。え、せっかくピーっていう場所の飲食店を集めた催しなのに、その店同士の結びつきや食の文化をもっと前面に押し出すべきなんじゃないかな。それなら、すいません、ごちそうさまです。ありがとうございます。お、悪いな、話はあんまり聞けなくて。いや、全然大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございます。そうです、ごちそうさまでした。若いっていいな。若さだよな。ここまでが前回の説明でした。変わった部分は、この企画の目的です。目的？この企画は本来食という文化を押し出したものでした。ですが、これだけの数の店に協力してもらうわけですから、お店同士のつながりが大事だということに気づきました。ですので、食という文化を通した縁を広げる、その目的でしっかりと企画を運営していくということが大切だと思い、企画を全体的に改善しました。新しい企画をしてください。新しい文化を通じた縁結びという考えのもと、最初の店舗数から増え、15店舗のお店が出店することとなりました。さらにお店同士の交流会や実際に企画会議に参加してもらうなど、よりお店同士の結びつきを強めました。その他の内容も提案書に記載してあります。いかがでしょうか？なるほど、いいんじゃないかな。この議案あげましょう。ありがとうございます。その後、企画は無事理事会で全会一致で可決した。もう一押し、その存在をしっかりと自分たちで探し見つけさせる、それが青年団で人として成長することのできるポイントであると感じた。これからも青年団では縁や文化、そして人として成長することのできる企画や取り組みを続けていく。すべては月のため、人のため、今日も人と人との縁を結んでいく。